はい、皆さんこんにちは、スミノフです。今回は去年予約していたあるツイステグッズを紹介したいと思うんだけど、これがツイッターでめっちゃネタになっててすげえ面白かったの。だからこれぜひみんなにも聞いてほしいなと思って今回動画にしました。ぜひ最後まで聞いていってください。さあ、その話題になっていた商品がこちら、プレミアムバンダイから出ましたディズニーツイステッドワンダーランドアイシャドウパレットが登場。リキッドアイライナーコンパクトも同時ご予約開始ということですね。はい、こちらツイステのアイシャドウパレットはゲーム内ガチャで SSR 確定演出に登場する缶オケをデザイン。あー、これいいですよね。なんか他のグッズでもこの SSR のこの豪華なデザインってなんか無性に嬉しくなるよね。なんかもう脳に刷り込まれてる感じ。うん。で、販売サイトによるとパレットには各両キャラクターの目元カラーをイメージした7色をラインナップし、いずれも微細なパールタイプという、おー、なんか良さそうな説明だねこれね。で、販売価格は3850円税込みと、うん、まあ10連ガチャくらいは余裕で引けそうな金額だね。うん。で、予約終了は、これ去年の11月19日。発送予定は翌年3月だから、まあ今年の3月にもう発送されていますよということで。で、まあ同時に、寮生をイメージしたリキッドアイライナーを1650円。ナイトレイブンカレッジの交渉をデザインしたコンパクトが4400円で発売されるというところで。まあパッと見た感じ、結構良さそうに見えるんだけど、これ一体何が問題だったのかというと、パレットが絵の具みたいだと話題に。ツイステのアイシャドウ、マジで固形絵の具にしか見えない。おいおい、ちょっと待て、さすがにさ、そんな100均で売ってるみたいな固形絵の具に見えるわけないじゃん。3850円もするんだよ。なわけあるかい。絵の具、100均で売ってる絵の具。これに関してツイッターの感想では、100均で売ってるような幼児向けの水彩絵の具セットに見えちゃった。本当はこれ描画用ですよね。必要性皆無で草、鮮やかすぎて素人には使いこなせないよとの声が相次いだほか、フランスのディオールなど他社のアイシャドウを勧める人も。その一方、初心者さんには難しい色かもだけど可愛いと思うけどな、安いし色遊びにちょうどいいんじゃないかな。色がダサいんじゃなくてイメージメイクがダサいんだよな。絵の具みたいに見えるのは見せ方が悪いんだよと擁護する声も見られました。うん、まあこれは僕の意見なんですけど、まあ、確かにツイステキャラクターのメイクって派手だし、日常使いを考えると結構使いにくいよね。うん。まあコスプレとかするんだったら結構重宝するかもしれないけど、ちょっと鮮やかすぎましたかね。まあこれにて一件落着とはならなかったんですね。これがなんとさらなる問題点が見つかったのです。それがこちら、本体は紙製。ツイステのアイシャドウの容器って紙製なんだね。樹脂製って思ってる人いそう。こういうのって樹脂でできてるもんじゃないんですか？紙製ってあのペラペラの紙の方だよね。あのゴッドの方じゃないよね。ゴッド製じゃないよね。うん。いや、だとしたら3850円はちょっと高すぎるわ。ゴッド製ならね、安いぐらいだけど。販売サイトによると、本体は紙製、さらに中国製であり、絶対に買わないという意志を強く持った。パッケージがクソダサい上に紙製は舐めとるやろ。などなど、見送るといった声も寄せられましたということですね。じゃんじゃん、おしまいと。はい、というわけで、今回の教訓。今後、オンライン限定で欲しいグッズが出た場合、しっかりとその素材まで目を通しましょう。いやー、俺もゴッド製だったら買ってたんだけどな。ただのペラペラの紙製じゃさすがに。みんな、値段には騙されちゃいけないよ。まあ、しかし、この写真ってやっぱりずるいよね。いくらでも加工できちゃうからさ、やっぱりその、いざ実際に現物が手元に届いた時に、あれ、なんか商品画像と違わないって思いやすいよね、最近はね。というわけで皆さん、衝動買いにはご注意を。チャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。スミノフでした。